準備はできているか。あ、日が暮れてきたな。ダクト、そろそろ今夜の宿泊場所を決めてくれ。そうしようぜ。派手な渡船場だな。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な、え、山？あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。ああ楽しみだな。あのさ、あのこと、どうした？今日はもう疲れたからさ、あそこにある宿に泊まって休もうよ。急いでも仕方ないし、まあいいか。よっしゃ、休もう。わかった。夜だとすげえ綺麗だな。オルティシエだともっと美しいそうだ。あ、よし。やっと着いたな。船旅か、初めてだ。楽しみだな。ガーディナにようこそ。残念なお知らせです。はあ？船乗りに来たんでしょ。そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで？出ねえよ、それ。お小遣いは？おい、あんた何なんだ。見ての通りの一般人。ねえわ。
船が出てないって本当かな。そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。お腹すいた。うまいな。すぐそこで取れた新鮮な魚介なんだって。これは海の近くでしか味わえないよな。いらっしゃいませ。かしこまりました。ああ、船いないよ。なんで？オルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると急に帰省されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんにちは、俺ディーノ。あ、俺新聞記者だからいろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし、お忍びだろ。記事にされたくないよな。な、ちょっと俺の話聞かない？じゃ聞いてやる。なあノリいいじゃん。じゃ静かして。場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ宝石の原石。代わりに船乗れるよう話しつけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。完全に王子って知ってたね。ま、しっかり隠してもいなかったろ。新聞記者と言っていたな。乗船できるかはともかく敵対はしたくない。どうした？散歩中か？仲間とはぐれたか？あ、じゃあ腹は減ってる。減ってんのか。わかった。ちょっと待ってろ。なんか探してこねえとな。猫の餌が？近くで釣りでもする？そうだな。やってみるか。おい、これ見てみろ。どうした？行くか。グラディオ、行くぞ。あいや。まず晩飯を食べないとな。
あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。なんだ、また早起きしろって怒られたのか。ああ、早起きできるようにか。ノクト、明日の早朝海岸にトレーニングしに行くぞ。仕方ねえな。それじゃ明日早朝に起床な。しっかり起きろよ。あそこが良さそうだな。こちら。どこだよ。トレーニングって何やんだ。ま、せっかく砂浜があるからな。走る。はあ？そんだけ？ま、走ってみたらそんなことも言ってられねえさ。砂浜ってのは走るのがきついからいいトレーニングになるんだぜ。早朝だしな、体を起こすにはちょうどいいだろ。どうせなら勝負にするか。勝負？お前が負けたら毎朝俺のトレーニングに付き合ってもらう。どうだな。マジかよ、絶対負けられねえし。あそこがゴールだ。それじゃ始めるぜ。よー、スタート。グラディオのやつ早え。そんなんじゃ負けちまうぞ。しんど。楽勝だな。なかなかやるじゃねえか。やるじゃねえか。まあ早朝から砂まみれになって帰りゃイグニスも何も言わねえだろ。すげえ特訓しましたって顔しとけよ。なんで早朝にって思ったらそういうことかよ。まあ早朝の景色も意外といいもんだな。それだけでも早起きの良さが分かりゃ十分だ。じゃあ帰るか。今日はよくやったな。ちっけんだよ。やればできんだ。
んま巻きすぎんな。うおー、にゃんこのごちそう。お、やったな、ドクト。そのライン、替え時じゃねえか。ほら、釣ってきたぞ。え？魚嫌いなのか？あー、レストランに行ってこいと。あ、ガーディナにようこそ。ここ、猫が食えそうなものってあるか？新しい冷やかしかしら。え？あ、いや、あ、あっちに猫が。冗談よ。事情は分かってるわ。あの子のご飯なら作ってあげる。ただ材料がね、今からお客さんに出す分で最後なの。だから、この魚を一匹調達してきてね。お疲れ様。ちょっと待っててね。あなたいい人ね。でも気をつけなさい。猫って執着するし、何より美食家よ。美食家ね。下手なご飯じゃ満足しないの。はい、これ持ってってあげてね。ようこそお越しくださいました。本日はどちらをご用意いたしますか？またいらしてくださいね。できたぞ。この贅沢猫。懐かれたっぽい。どうだろう、執着されてしまうかもな。されちまうと。
ちいいな。そうだね。準備はできているか？あ、行こうか。しかし王子の威厳もなんもねえな。軽くお使い頼まれちゃったもんね。王都の外ともなればこうなんだろうな。まあんなノリの方が楽だわ。エグニス、止めてくれ。わかった。気分転換にはなるな。いい塗料になりそうだな。そうか。どうした、イグニス。新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。風が気持ちいいね。そうだな。前を見ろ。悪かったって。準備はできているか？あ、原石があるってのはこの辺りか？多分な。探してみるか。
油断禁物ってね。俺たち息合ってる。うりゃ、はあ、油断したら、ね、まあな。せっ、はっ、パパパパン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 パパーンってか。ずいぶん上機嫌だな。あれに近づくわけ？起こすんじゃねえぞ。までかって思ったよ。さすがにあれと戦うのはやべえか。無理だと思った方がいい。あ、痛いってノクト。綺麗な色してんな。準備はできているか。あ、行こうか。
ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。ガーディナにようこそ。お腹すいた。今日は船が出てないんですって。向こうの港で。ご苦労様。おお、俺新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品で、ごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。難癖つけたお詫びに情報、君らがもらった銀貨、あれカンナギ就任記念硬貨、あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝、はい俺の作品ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。そうそう、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしている。出発準備できたって。マジ早いな、船が来んの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。体がベタベタで気持ち悪い。ほんと疲れた。あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。
あ、おはよう。イグニスは？すぐ戻ってくるだろう。なんだよ。どの新聞も同じだ。何が？オートが陥落した。はあ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれ、ノクト。落ち着いてんだろ、俺は。インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃。国王陛下が死亡。おい待てよ。知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。そしてオートは。バカ言うな。俺たちはオルツシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。冗談だといいのに。他に情報は？自分たちで見てくるしかねってことが。ならインソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろ。どうだ。ああ。みんな無事かな。無事なわけねえし。まだわからない。はあ？町も城も襲撃されてんだぞ。落ち着け。親父も騙されやがって。おい、帝国に裏切られたんだね。真実はまだわからない。だから戻るんだ。ふざけやがって。何が停戦だ。帝国機動戦艦、兵士たち、魔導兵を運ぶ船だ。人造兵か。ああ、大量生産されている人型の兵器だ。本当に停戦協定はなくなっちゃったんだ。あれ見て。オート周辺は封鎖されているのか。先には進めねえな。迂回しようぜ。少し行けば
王都が見える場所に出るだろう。